ただいまより K-1 ワールドグランプリ2017ジャパン初代ヘビー級王座決定トーナメントプレミアリーファイト第1試合 K-1 ライト級ワンマッチを行います。青コーナーより原翔太選手、赤コーナーより前田優斗選手の入場です。高校1年生から空手歴あり、こちら青いグローブは原翔太、オープンフィンガーグローブをつけて投げもありのルールだったといいます。 MMA の試合も経験しています。さて今回プレリミナリーファイトライト級での出陣、12キロの減量、フィジカルと一撃の威力で戦おうと思いますと、原に対してはこちら前田優斗、こちらは小学1年生からの空手歴があります。青コーナー176センチ、 62.1キログラム、極真剣深い埼玉中央、原翔太。当日のリカバリーした体のサイズびっくりされると思いますと原翔太。174センチ、 62.3キログラム、 K1 ジム福岡小比類巻道場、前田優斗。 K1 ジム福岡小比類巻道場の代表として前田優斗です。26歳、前田優斗対するは27歳、原翔太、同世代のぶつかり合いです。極真剣部会埼玉中央支部所属、青いグローブの原です。福岡市出身、福岡の北九州市出身というのが前田優斗。さあこちらその肉体があらわになりました。12キロの減量から体を戻してここに臨むリング上です。ライドワン 62.5 キロリミット、お互い左手を前に出したオーソドックススタイルです。さあ中村匠さんに伺ってまいりましょう、はい、これ九州から乗り込んできた2人同世代、それから空手が土台にあるというところ共通点いくつかありますよね。そうですね、やっぱりこのプレリミナリーファイト本当にいろんなキャリアバックボーンのある選手たちが出てくるところも魅力だと思うので、そういった意味では、はい、初参戦同士で、はい、こういった選手たちが戦うというのは、ある意味今のこの K1 のプレリミナリーファイトらしい顔合わせかなと思いますね。今これはローブロー、下腹部に蹴りが当たってしまいました。タイムストップとなっております。大丈夫なようです。原、その原の極真剣部会所属ということですけれども、オープンフィンガーグローブをつけてその投げもありというルールで、これここまで戦い展開してきたということですね。まあ、MMA、まあ、総合格闘技の実績というかキャリアもある選手なので、はい、まあ、そういった意味では同じ空手出身でもすごくこうスタイルというか戦い方、うん、まあ、違うんだろうなっていうのは、思いますね。ちょっとこう変則的に打撃、はい、放ってきますね、青いグローブの原。これ蹴り足を捉えてはいけません。やっぱりこう体の強さとか、はい、バークブロー、さらにハイキックにつなげていきます。そういったところの、うん、自信があるんだろうなっていう戦い方ですよね。こういうところですね、もう一発一発、はい、これ的確に威力で制していこうというふうに見えてきます。はい、ちょっと前田選手はこの、前田、はい、右左を返します。圧力というかこうね、はい、どんどん出てくるのに下がっていくとやっぱ消耗していってしまうんで、はい、うん、これも右が入る。あ、左のアッパーもあります。徐々にこれコーナーに押し込んでという体勢、さらに確固たるものにしたい青いグローブの原です。右ストレート、前蹴り、さらに飛び込んでくるボディ打ち、顔面打ち分け、それから左のハイキックに前蹴りもこれ得意としています原。まあ、でも原選手 もそんなにこうスピードがすごくあってっていうタイプじゃないので、はい、原選手もパンチのカウンターとか途中で何とか当たりそうな場合もあったので、はい、これに押されずこびけば返すことができるかどうかがポイントになりそうですね。これ今そこを狙いたいところですね、はい、ガードの間から、いや、しかしそのガードの間からパンチを打ち込んで
顔面捉えるのは原の方です。左インローを返す前田、ちょっとこの位置から中村さん、もう前田は動きたいですね。そうですね、右、いや左のフックを返していきます。やっぱりどうしてもこうブロック越しても攻撃受け続けるのは、はい、まあ、決してまあいい状況ではないので、そこを何かやっぱりここ、ワンツー、ああもう相当これ出血ありますね。話が激しくなっています。赤いグローブの前田、何かしら攻撃返したいんですけど、そこまで、あ、連打から飛び込みざまの右に左アッパー、前田の方は攻撃、その拳は単発となっています。ここで第1ラウンド終了です。K-1 ワールドグランプリ2017ジャパン初代ヘビー級王座決定トーナメント、そのプレリミナリーファイト、ライト級3ラウンドマッチです。赤コーナー前田、青コーナー原、さあ中村さん、はい、第1ラウンドは原のその力炸裂しましたね。そうですね、あの非常にこう自分の相手に勝ってるところを生かした戦い方をしたラウンドだったと思いますね。試合は中盤第2ラウンドです。ああ左を今度は前田の方から当て込んで、右のローキック、左のミドルキック、左ミドルで原、さらにミドルキック、お互いの距離ですね。この辺りラウンド開始序盤どう設定してくるか。ああ、手数はでも原の方はそのスピードというわけではありませんけれども ね変わりはしないようです。やっぱりこう体の体圧っていうんですかね、圧力ガチでプレッシャーかけて、あの左を細かく突きながら、はい、ガードの間に右や、ね、だったりを狙っていくっていう方、ただ前田選手今みたいにこう攻撃を受けた後にあのすぐ前足のローキック返すのはいいですね。まあ多分そういう指示も出てたんだと思うんですけど、はい、そうですね、その小比類巻貴之、はい、代表トレーナー指示を送りました。インターバル、しかし右を伸ばしてくる原、左は外から右ストレート、原の攻撃、はい、あ、この攻撃を受けた後の返しでローキックをこうやってずっと蹴っていけば、はい、原選手も、あ、右強い、あ、縦蹴りも見せましたね、はい、原さらに左前蹴りへ。ただそれで止まらないとちょっと前田選手は厳しいですね、展開的に。これはもう一打一打の威力では原、またリズムを作ってきます ね原の、はい、その攻め、こうなんか一発一発こうすごく強いというのは、なんかこうゴツゴツしたパンチを数当ててって効かせていくみたいな、そういう戦い方ですよね。ちょっとこう淡々としながらも、はい、こうやり遂げるぞというそのリズム、前蹴りもあってバックスピンキック、これも少しバックブローにつなげて攻撃の幅が出るということは、はい、少し、あ、また自分の波がさらに大きくなってきたか。原です、追い詰める、そうですね、前田選手あのローキックを返したいんですけどね。ガードは高く硬いんですが、前田それを壊してきます。原の攻撃、青いグローブです。おう、インストレート、あー、あー、これを返すパンチ、原がダウンを奪っています。すぐに立ち上がりましたが、前田これちょっとダメージ心配ですね。結構やっぱ細かいのずっとコツコツもらったり、ちょっと蓄積してると思うんですよね、ダメージも。右左の連打、どちらでも倒せるとアピールするのか。この攻撃は右ハイキックもあります。原さらに顎へアッパー、コーナーにより詰めてくる。背中をロープにつけている時間が長くなりました。前田それを追い詰める、ここから抜け出したいんですが、左の膝、右アッパー、残り10秒切りましたが、原のチャンスまだあります。攻めは、ここからの攻め手は右のストレートにつなげて、さらに左、ここで第2ラウンド終了です。
さあ中村さん、ダウンを原が奪いました。何かこう均衡が破れたと言いますか、そんな印象あります。はい、前田選手も2ラウンド序盤はあのローキックの返しでちょっとうまく立て直すきっかけもつかみそうだったのかなと思ったんですけど、原選手の左やっぱり、はい、そうです、やっぱ下がらずこうね出続けて、ここもねパンチもらってたんですけど、やっぱ返しの左フックでなんかちょっとついに倒れちゃったかなみたいな、なんかちょっとそのダメージの蓄積がしこの試合に関してちょっとあるのかなっていうような倒れ方だったので、3ラウンドねどう動き変えるのかですよね。ちょっとあの蹴り返していくっていうのではもう時間的にも難しいと思うんで、さあセコンドアウトの声がかかっています。ライト級プレリミナリーファイト、赤前田優斗対して青原翔太。原が第2ラウンド左フックでダウンを奪っています。ミドルキックも強い、そしてステップも使ってきます。何かこう前田の嫌がること嫌がることをこう上中下打ち分けての原、まあ、自分のペースを持って戦ってますよ ね、 ずっと。こうして右という攻撃もあります。そして左へ、こうラウンド時間を追うごとに原が自分のしたようにこれできているように感じます。そうですね、はい、あとまあこうやっぱり、ね、パンチだけにならずあのミドルとか膝とかも、はい、蹴りますし、そういったところではこううまく戦ってますよね。前田も前蹴りを返します。あでもジャブはダブルからストレートへ、外からの左、これで先ほどはダウンを奪っています。あでも前田も手数、ね、はい、それから蹴り増えてきましたか。やっぱりあのパンチも返して、うん、あとその後のローキックも良かったんで、ただダウン取られてるのとバックスピンキック、このラウンドでやっぱりそれ以上のものが必要だっていうことを考えると、はい、受けて返すだけだとちょっと時間が足りないですよね。オプションという考えでいきますと、はい、もう回転技原がこうポイントポイントで見せてくるんですね。はい、そして相手をよく見てこう頭を使ってもフェイント、前蹴り、左のフックが強烈なことはもう証明しています。原右のローでなんとか逆襲に転じたい。赤いグローブの前田、前田押して前へ。 K1 ジム福岡小比類巻道場代表と自らを前田語りました。右ストレートは原、お互い九州の優、この埼玉スーパーアリーナの大舞台でぶつかり合う。残りはあと60秒、前蹴り、まあ、原選手うまく戦ってますね。左も左でうまく使って、うん、いきなりその後ね右ストレートで飛び込んだりとか、あとこういう前蹴りでもね距離作ったり、ちょっとこれもいいですね、いきなり右で行くのも、押し出すように、はい、ちょっとこう混乱させてるっていうか、その後に右のストレートにつなげてきます。まあ、ペースは終始小原選手が握ってる試合に、まあ、終盤ですけどなりましたね。前田の方もなんとかローキック起点なんですが、あ今右、はい、一つここは賭けに出たようですが、それを逆に合図に感じたか、原が前に出てくる。右のストレート、オーバーハンドの右もあります。左フックから右ストレートへ、コンビネーションを最後までリズムよく原が見せつけました。さあ中村さん、どんな風に捉えましたか。はい、そうですね、あの2ラウンドのあのダウンもありましたし、はい、ちょっとあの原選手が1ラウンドからずっとこう自分の、まあ、こうやって戦おうっていうあのやっぱりあのプランというか、はい、理想をなんかそのままずっとやりきったみたいな、なんかそんな試合だったかなと思いますね。こう考えていたんだっていうのが、はい、やっぱり自分の武器、体のサイズだったりこう一発のこう、まあ、当てるうまさとか、あのその辺をうまく使ったなと思いますね。集計の結果をお知らせいたします。判定の発表です。ジャッジ芹澤30対26、青原4ポイント差、まず原が1票、30対26、
青原、同様に原です。3者とも2人が30対26、1人が30対27。これは原翔太完勝と言えそうです。九州出身対決を制しました。極真剣舞会埼玉中央支部、原翔太です。さあ中村さん、はい、改めて振り返っていただきたいと思います。そうですね、本当に原選手の、まあ、ポイント通りの試合だと思いますし、あのこの極真剣舞会、はい、あの K-1 のアマチュア大会とかにもすごくあの子供の選手とかがたくさん出てるジムなので、まあ、これからまあ先あのこの K-1 にまた強い選手をどんどん送り込んでくるであろうジムだと思うので、そこも含めてね注目してもらえればいいかなと思いますね。この原の次の次の世代などもですね、期待していただきたいと思います。さあプレリミナリーファイト、勝ちました原翔太。